い、どうもリハビリでタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回の動画配信はストレスケア編2024版のガイダンス動画となっております。じゃあそもそもなんで今改めてストレスケアなのか、これはコロナ禍が私たちに与えた心の異変というところがあります。皆さんよくご存知と、2023年の5月に新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類相当に移行しました。ただとはいえ、実際は未だに感染者数は増減というのがありますし、重症化の可能性がまだありますので、ウイルスのリスクが完全になくなったというわけではありませんが、行動制限がなくなったり、マスクの着用が個人判断になるというふうに、アフターコロナの方向に私たちはこう進みつつあるというふうに言えるのは間違いないかと思います。ですが、その一方で WHO の報告によると、パンデミックが始まった最初の1年間に不安障害ですとかうつをの有病者が世界で 25% も増加したという報告が実際上がってます。でこれはやっぱり社会的な孤立というところが最も大きいんですが、これが大きなストレスをもたらしたというふうに言われておりまして、それ以外の例えば孤独感であったり、感染への恐怖であったり、それから自分や愛する人のこう死ですとか苦しみ、あるいはその死別後の悲しみっていう、それから経済的な不安というところもありますし、あと医療従事者の方は、その医療従事者の疲労というところもですね、実は要因としても挙げられています。でこういうものがですね、自殺志向をですね、引き起こしたというふうにいう報告も上がっております。でもともと私たちが住んでいるこの現代社会というのはストレスフルな社会だというふうに言われてはいたんですが、このストレスフルな社会、過度なストレスがですね、人の記憶力とか判断力を奪ってしまって、これが士気をはらめるというふうにされてたんですが、これがですね、コロナがあったことで追い打ちをかけてしまっているという今状態になっています。実際日本でも同じような傾向がありまして、自殺対数、パンデミックが始まった2020年を契機に増加します。なので例えば厚生労働省の方で心の相談窓口というのを設けたり、あるいはメンタルヘルスケアを推進するためのサポートガイドというものを作成したり、あるいは労働安全衛生法という法律に基づいてですね、各企業で年に1回ストレスチェックをするということが行われて、こう様々な支援や取り組みというのが今進められています。そこで今回ですね、改めてこのストレスケアについて、私自身これまたリハビリの視点もちろんそうなんですが、それに加えてですね、今度は各種医療や介護サービスのこう連絡調整業務であったり、あるいは特に高齢者の方の自立した日常生活というのに必要なですね、援助の知識を有するケアマネージャーとしての視点もですね、加えながら分かりやすく楽しみながらですね、学べる動画ということを配信させていただいて、皆様の健康ですとか生活とか人生のお手伝いをさせていただきたいというふうに考えております。じゃ具体的に何をするかというと、まず大きくテーマを3つ作りました。1つはストレスの正体と脳科学、やはり脳が与える影響というのは大変大きいので、これを改めて解説をさせていただくのと、それからストレスを力に変えるにはどういうふうにしたらいいかというところ、それからもう一つは実践的なストレス対処行動、これ主に6つあるんですが、それぞれ例えば運動、食事、生活習慣、睡眠、それからコミュニケーション、マインドフルネス、認知行動療法というところをですね、解説をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。で詳しくは各動画のサムネイル、いわゆる表紙の部分であったり、各動画の右下ですね、概要欄、説明欄というのがありますので、そちらをクリックしていただけると、各詳しい解説が載っておりますし、説明欄の方には今回のストレスケア編を作るにあたりまして参考させていただける書籍ですとか文献ですとか、サイトの一覧も載せておりますので、ぜひこちらもですね、参考にしていただけると幸いです。で今までも2023年版ということでストレスケア編上げさせていただいたんですが、今回の変更点としては、より最新の知見ですとかデータに基づいたものというものになりました。あと全部で13回の構成になるんですが、これをですね、変更させていただきました。
まず今回のこのガイダンスということと、それ本編動画を全部で10回、それから総集編ということは前後編というふうに挙げさせていただきました。これはちょっと長い動画が欲しいという実はリクエストがありまして、それにお答えする形となっております。なので動画の方は土曜日の21時から YouTube で、その予告のダイジェスト版は水曜日と日曜日に YouTube ショートと TikTok で、で補足解説動画も TikTok ライブの方で行っておりますので、ぜひこちらをですね、ご覧になっていただいて、まあ、正しく深く理解する機会ですとか、あるいは実際に行いながらですね、役に立つものというふうに参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。